重心数149の日値数表現。最上位ゲタビットをハイライトで示している。8ビット日値数表現の MSB は重心数の128に対応。LSB は重心数の1を指す。最上位ビットはコンピュータにおいて日値数で最も大きな値を意味するビット1のことである。MSB は左端ビットとも言われる。 日地数の特定のビットを示すために、各ビットには0から n までのビット番号が割り当てられる。従来、エンディアンによって0番のビットが MSB に対応していたり、LSB に対応していたりしていたが、最近では0番は LSB とされていることが多い。約中、これが関係してくるのは、ビット番号を指定する形式のビット操作命令が存在する命令セットだけである。 負の整数を2の歩数で表すと、MSB は必ず1になり、符号不正の整数では必ず0になるので、MSB は符号の判別に使われる。これを拡張すると、MSBS は、MSB 側のいくつかのビットを意味する。MSB が最上位バイトを意味する場合もある。この場合、MSB ファーストは、ビッグエンディアンを意味する。この曖昧さを回避するため、メスビット、 ムズバイトと表記されることもある。ありがとうございます。